ざわわざわわざわわ、広い里を君畑は。ご視聴ありがとうございます。なんちゃってギター大工マンです。今回はサトウキビ畑の弾き方を解説します。今回の課題曲は3フレットにカポタスト、 C コードを軸に進めてまいります。これは森山良子版と同じ高さですから、弾き慣れてくればアーティストの音源に合わせてコラボ演奏を楽しむことができます。ではいつものようにコードチェックから。使うコードは全部で10種類、アルファベット順に見ていきましょう。 A コードは5弦がベース音、和音の要となる低音です。5弦から響かせましょう。Am コードも同じく5弦がベース音、5弦から。 C コードも5弦がベース音、5弦から。 Dm コードは4弦がベース音です、4弦から。 Dm7 も同じく4弦から。Dm7-5、 人差し指で1弦、2弦、3弦の1フレットを一気に押さえ込んで4弦から下を響かせましょう。 E コード6弦がベース音です、6弦から。 Em コードこちらも6弦から。F メジャー7、4弦から下を響かせましょう。最後 G コードは6弦がベース音です、6弦から。 コードチェックが済んだら次は右手の動き。今回はアルペジオ、つま弾きです。図をご覧ください。左から右に時間が流れていきます。一番上が一番細い1弦、一番下が一番太い6弦です。アルファベットの大文字は押さえるコードによって弾き始める弦が変わることを示しています。例えば C コードですと、弾き始めは5弦親指、次に3弦人差し指引き上げて、次に2弦中指1弦薬指を同時に引き上げ、最後は再び3弦人差し指引き上げ。この動きを通しで行うと5 3 2 1 3、タラリラとなります。では早速左手 C コードを押さえて図の1セットを計4回ご一緒しましょう。ゆっくり4カウントで入ります。1 2 3 4 5 3 2 1 3 5 3 2 1 3、タラリラタラリラ。ここから先習熟スピードには個人差があります。画面左上緑色のマークが出ているシーンはゆっくり演奏している部分です。動画を繰り返し再生され、一緒に弾いて練習を重ねてください。ではメロディーラインへ入っていきましょう。序盤の2行、1行目、前半分のゆっくりお手本を先に聞いてください。ざわわ、ざわわ、ざわわ。ここではアルペジオ弾き、図の1セットが計4回繰り返されますが、慣れてくれば親指弾きを5弦、4弦と弾き分けてやると音に深みが出て効果的です。1周目は普通に5 3 2 1 3、2周目スタート親指は1つ下の4弦を弾いて4 3 2 1 3、また戻って5 3 2 1 3 4 3 2 1 3。
ではこの前半分をゆっくりご一緒しましょう。親指は5弦ばかりでも構いません。なんちゃって講師は5弦と4弦を交互に弾いてみます。3カウントの後、歌い出しに続いてどうぞ。ワン、ツー、スリー、ザワワ、ザワワ、ザワワ。前半分が標準スピードに達すると、ザワワ、ザワワ、ザワワ。となります。続いて後ろ半分、まずゆっくりお手本です。広い里を C コード Am コードはスタート親指5弦から Dm7 は4弦スタート、 G コードは6弦スタートです。ではこの部分ゆっくりご一緒に、3カウントの後、歌い出しに続いてどうぞ。ワン、ツー、スリー、広い里を この部分が標準スピードに達すると、広い里をきび畑は、となります。続いて2行目、まずゆっくりお手本です。ざわわ、ざわわ、ざわわ、風が通り抜けるだけ。ではこの2行目、超ゆっくりスピードでご一緒しましょう。3カウントの後、歌い出しに続いてどうぞ。ワン、ツー、スリー、ザワワ、ザワワ、ザワワ、風が通り抜け。この行が標準スピードに達すると、ざわわ、ざわわ、ざわわ、風が通り抜けるだけ。となります。続いて中盤の2行、まず1行目のゆっくりお手本です。今日も少し難しいかもしれませんが、超ゆっくりスピードでご一緒に、このあたり動画を繰り返し再生され練習を重ねてください。3カウントの後、歌い出しに続いてどうぞ。ワン、ツー、スリー、今日も見渡す限り、2行目が標準スピードに達すると、今日も見渡す限りに緑の波。
け2行目、こちらはオリジナルの雰囲気を生かしてジャランという弾き下ろしの音色を加えてみます。まずゆっくりお手本です。夏の日差しの中で、Aマイナーコードでジャラン、Dマイナーセブンでジャラン、Dマイナーセブンファイブジャラン、Gコードでというアレンジにしてみました。またここまでのアルペジオ通り弾いてみると、夏の日差しの中で、お好きな方でチャレンジしてください。ではゆっくりご一緒に、なんちゃって講師はジャランの弾き下ろしで弾いてみます。3カウントの後、歌い出しに続いてどうぞ。1, 2, 3 夏の日差しの中で、この行が標準スピードに達すると、夏の日差しの中でとなります。そして終盤の2行、こちらは序盤の2行と同じですので、復習を兼ねて1行目から早速ご一緒しましょう。3カウント、歌い出しに続いてどうぞ。1, 2, 3ザワワザワワザワワ、広い里を続いて2行目をゆっくりご一緒に、3カウント、歌い出しに続いてどうぞ。1, 2, 3ザワワザワワザワワ、風が通り抜けこの後、曲のコード展開はこれまで練習した A パターン、B パターン、A パターンが繰り返されますので、ここからは自主練習で制覇を目指してください。全体の弾き方解説は以上です。この後、動画下概要欄よりリンク先へ進まれ、別冊付録、サトウキビ畑、なんちゃってお手本演奏をぜひご視聴ください。そして、弾き慣れてくれば、コラボ演奏にも挑戦なさってください。ということで本編のご案内はここまで。お疲れ様でした。